さて、本日こちらも続けていきましょう。レイトン教授、レイトン教授じゃねえ、レイトンミステリージャーニー。まあコロナ疎開のせいで鳥取までにもコロナが広がってしまいました。まあ今のところ一人だけということなんで、そこは安心なんですけれども、結局考えなしにコロナ疎開をしてきた人のせいで鳥取にも出てきてしまったと、何度言うんでしょうね。コロナ疎開してこなければ鳥取もまだゼロだったはずなのに。ここがあの有名な新聞ロンドンタイムズ編集部なんですね。探偵社では何通か届けてもらってますけれども、僕はロンドンタイムズが一番面白くて好きなんです。新聞なんてどれも同じじゃないのか。いいえ、ロンドンタイムズは違いますよ。ロンドン内外のニュースはもちろんですが、有名人のゴシップからユニークな記事まで面白いニュースなら何でも載せる個性的な新聞なんです。テムズ川に潜む巨大生物の謎に迫るとか、シェイクスピア宇宙人だったとか、読んでてワクワクしちゃいますよね。あの今で言うムーみたいなもんかな。今というか現実で言うムーみたいなもんか。大丈夫なのかその新聞。おいおい、そんなことより今日のラジオは一体誰なんだ。それがですね、ロンドンタイムズの編集長からレイトン探偵社に連絡があったんです。ぜひ調査を依頼したことがあるって。やる気か。とにかくロンドンタイムズの編集長に会って話を聞いてみましょう。まあそれは、すみません、聞いてませんでした。あそこにいるのはロンドンタイムズの記者のビートさんですよ。カトリーさん、いいところでお会いしたのであります。本がアスパル警部から謎を出されたのでありますが、ちっとも解けずに大ピンチなのであります。ではお言葉に甘えてどんどん行かせていただくであります。3枚一組の書類を数名が置いた後、風に散らがってしまい、彼の書類がどれかわからなくなってしまった。幸い重ね順は当初のままらしいが、私が見たときは3枚だけあり、自分はその上に置いたんだが、 A から D は散らかった後の書類を元の持ち主別に分けた図だ。重なりをよく見て彼の書類を探そう。3枚、どうせそもそも質問の意味がいまいちよく分かってないんだけど。私が見た時は3枚だけあり、自分はその上に置いたんだが、すなわち、この重なりの分の状態の一番下の4枚目っつうのがどれかっつうことか。まずこの中で一番下なのはと、とりあえずこれかこれかこれっていうことだよな。違うか、これもあるか。3枚だけあり、この人が置いたのが4枚目ということで、
形は同じってことだよな。とすると A の形がこれか。で続いて C と D のこの重なりと B と D はこの、B はこの2つで、その奥にこれで D が、 D の重なりがこれとこれとこれってわけか。余計にわけわからなくなってきたな。D は C か。もう全然わかんねえ。とりあえず誰にどれかで当てていこう。読めたわ。私今日はどうかしてる。全然わかんねえからね。とりあえず ABCD のどれか選べよ。当たる。読めたわ。なんてことなの。わーい、どんどん減ってくよ。2分の1も外してるんだ。風対策はしっかりしておこう。わかるかこんなもん。さすがカトリーさんであります。これで本官も安心して警部の持つスコットランドヤードへ戻れるであります。おや、こんなところで会うなんて偶然だね。え、うちの編集長に。探偵を呼ぶような事件が起きたとは聞いてないけどな。なあ、編集長なら最上階の部屋にいるはずだ。編集長がどんな理由で君たちを呼んだのかは知らないけど、こりゃ事件の匂いがするぞ。一体何事かな、気になるよ。ここら辺のなんか反応があったぞ今。ペンギンのフィギュア、一瞬ペンキのフィギュアって呼んでしまった。ここはロンドンタイムズの編集部ですね。雑然としていて、いかにも報道の最前線って感じです。対抗者を燃やすな。きっと片付けてる暇なんてないんですよ。皆さん忙しそうですし。多分あの人ですよ。僕締めで見たことあります。ロンドンタイムズの編集長さんでしょうか。いかにも、僕は編集長のロイ・コンラッドだけど。なあ、君たちは冷凍探偵社の人だね。よく来てくれた。待ってたよ。君がカトリーさんか。こりゃ参った。まさか巷で噂の名探偵がこんなにも可愛らしいお嬢さんだとは思わなかったよ。ちょっと謙遜しろ。他にも噂は聞いてるよ。カトリーさんたちの手にかかればどんな盗みたちの頃に解決するとか。だからさ、君たちのためにとっておきの謎を用意しておいたんだよ。どうかな、挨拶代わりに一つ解いてみてくれないかな。
愛の形ベストセラー小説愛の形の続編が出版されるようになった。本の置き方あるか置き方で並べると本の置き方、まあこれがラブという文字を、表してるんじゃないかなと思うけど、それが続編、本の表紙はある置き方で並べると、タイトルの意味がわかる、ある置き方ね。どういうこっちゃ。愛の形、愛の形、すなわちハート、ハートになるような形に置く、ラブ、またいつぞやみたいにひっくり返せとかっつうんじゃねえだろうな。とりあえずひっくり返してみましたが、ラブ、ロー、ある置き方、斜めにしたり、ある置き方でタイトルの意味がわかる、まだこれも同じデタラメにとりあえず一応ヒント一回見てみるか。表紙から本のタイトルが伝わるか本の置き方によるようだ。さっき全然わかんないからまたこれで。なかなかの難題ね。なんてことなの。愛の形にはならなかったような。これでどうかな。私には全てお見通しよ。結局どういうことなのか全然わかんねえと。4冊の、なるほどね、そういうことか。北京ダック。いやー、さすが探偵さん。向こうの謎、僕は民家ピマン抱えても解けなかったのにな。こっちはヒント見ても全然解けませんでした。くー、決まってるね。君なら今回の依頼も解決してくれるに違いないって気がしてきたよ。依頼というのは他でもない。君たちはロンドンに住んでるならこの名を聞いたことがあるだろう。正義のヒーロー、ラットマンの名を。もしかしてあの、ロンドンに突如現れたヒーロー、ラットマンのことですか？ねえ、そうだ、僕が依頼したのはそのラットマンのことなんだ。ラットマンリターンズ。バットマンのパクリですかい？あんなのがいたのがロンドンってのはよくわからん街だな。かっこいいですよね、ラットマン。実は僕ファンなんです。おお、どうしよう、やっぱりいいよね、正義のヒーローって。意気投合してるぞ。彼の評判は分かれるところだが、ラットマンは正真正銘正義のために戦うヒーローさ。ラットマンがロンドンに現れるようになったのは一夜ほど前のこと。救いを求める声があればどこからともなく颯爽と現れ、そして悪人たちを瞬く間に成敗し、再び夜の闇の中へ消えていくんだ。ネズミ風のコスチュームに身を包み、その正体は誰も知らない。
のヒーローはすごいぞ強いぞ僕らのアットマン。誰にも正体を明かさないところもまさに正義のヒーローって感じで憧れますよね。二人ともラットマンのこと好きすぎだろう。しかしそのラットマンがここ3ヶ月ばったり姿を現さなくなってしまったんだ。なあ、僕もラットマンの記事が先締めをにぎわせなくなってどうしたのかと思ってたんです。なぜラットマン姿を現さなくなったのか、もちろんノンドタイムズ編集部でも調査してみた。しかしラットマン正体不明の謎のヒーロー、その理由はさっぱりわからなかったよ。なあ、その通りだ。この依頼引き受けてくれるかい。なあ、ありがとう。君が引き受けてくれるならラットマンが現れなくなった理由は分かったも当然だ。気が早すぎるな。なっと、ちょうどいいところにマークが来たぞ。あそこにいるマーク・スカーロードはロンドンタイムズを有するこの出版社のオーナーなんだ。その規模はロンドン一で、新聞や雑誌はもちろんあらゆる出版物を扱っている。あれに英国のメディアを牛耳ってる人物といっても過言ではないかもしれないね。それに世間じゃ七人の富豪の一人なんて呼ばれているしね。なあ、ぜひ挨拶しておくといい。あまり大きな人物とは言えないけどね。ガールフラッツァー夫人が近頃お気に入りだという私立探偵は君か。試写会の途中で映画のラストシーンが盗まれたというあの事件か。その後ガールフラッツァー夫人の困りごとにも解決したそうだが、噂は私の耳にも届いている。なんか感じの悪い男だな。しかし本当に探偵に調査を依頼するとは。おい、いや、まだラットマンのことは諦めていないのか。もちろんさ、夜の街にさっそうと現れる正義のヒーローに憧れないやつはいないだろ。私は憧れない。やれやれ、君は相変わらずクールだな、マーク。君が無駄に熱すぎるんだよ、ロイ。実際そうなんだな。何せ僕らはハイスクール時代から友人だからね。出会った時はまさかこんなに長い付き合いになるとは思ってなかったよ。ご覧の通り、彼は昔からこんな調子でね、人を喜ばせるのも好きだし、目の付けどころもユニークだった。だから彼ならきっと読者の喜ぶ新聞を作ってくれると信じてロンドンタイムズを任せたんだ。ロンドン中の人に毎朝ニュースと笑顔を届ける、それが僕のロンドンタイムズの使命なのさ。全くタイプの違う二人だが意外と仲いいみたいだな。さてと、忙しい探偵さんをいつまでもおじさんたちの雑念に付き合わせちゃ悪いな。とにかくラットマンの調査よろしく頼むよ。自分でおじさんって言ってるな。理由はどうあれラットマンもう現れないんだ。そんな調査するだけ無駄だと思うかね。なんでそう言い切れるんだい。ラットマンは正義のヒーローなんだ。いつかきっと僕らの前に帰ってくるよ。そう思うなら調査でも何でもすればいい。私は新聞や雑誌の売り上げが落ちさえしなければそれでいいんだから。もちろんだ。でもラットマンのこともロンドンタイムズのことも僕の靴のサイズだって答えちゃうよ。私はそんなお遊びに付き合っていられるほど暇ではないんだが。まあまあいいじゃないか、少しくらい付き合えよマイク。シビアだな。このタイプライターでロンドンタイムズの記事は書かれているんですね。もうないかな。なあ、もちろんさ、僕はラットマンのファンだからね。まだ彼の勇姿が見たいんだ。ただ調査を依頼した理由はもう一つあるんだ。ラットマンの記事はロンドンタイムズでも人気のネタでね、彼の活躍を特集した次の新聞は飛ぶように売れるんだよ。お察しの通り、どうもバッとしなくってね。実際のところ彼の活躍はロンドンタイムズにも影響するんだ。それに毎日歩き回って取材してる記者たちの話じゃ、街なんかの治安も悪くなってきてるみたいでね。そりゃどっちも困った話ですね。警察がいなくなった途端に治安が悪くなるっていうのと似たようなもんか。
新聞の売り上げはともかくこの町にはまだまだラットマンが必要なはずなんだ。それなのに一体どうして急に姿を消しちゃったのやら。構わないが話すことは何もない。確かにラットマンはロンドン中で話題になった。ロンドンタイムズでも記事にするのはもちろん、雑誌で取り上げたりラットマンの本を出したりしたこともあった。ラットマン関連は人気でね、そういう意味では彼に感謝してるが、対象とは飽きやすいものだ。いつまでもラットマンばかり追いかけていればすぐに飽きられてしまう。わかるわかる、うまい飯でも毎日食ってると飽きるもんな。我々が探すべきはラットマンではなく、それに代わる新しいネタなのだ。だいたい正義のヒーローなんて子供騙しのネタをロイはいつまで引っ張るつもりなのか。なんだよそんなこと言うなよマーク、正義のヒーローってかっこいいじゃないか。いつまでも子供じみたことを言ってるんじゃない。私、我々は子供もいる立派な大人なんだぞ。大人だってヒーローに憧れる。いやー、夢から遠ざかってしまった大人ほどヒーローに憧れると言ってもいいね。コンラッドさんとスカロイドさんは本当に正反対なんですね。コンラッドさんとスカロイドさん、お二人の話は聞けましたね。よろしく頼むよ、名探偵さん。ラトマが消えた謎、バシッとから言いといちゃって。好きにするといい。どうせ何も見つからないだろうからな。スカロイドはラットマンの正体だ。大体ラットマンというのは何者なんだ。どうして正義のヒーローなんてやってる。それがですね、彼は謎に包まれたヒーローなんです。現れる時はいつもラットマンスーツっていうコスチュームに身を包んでいて、正体は誰も知らないんです。ラットマンも大変だな。やつは仮面をつけなきゃネズミにはなれない。それはすごくシャイな性格をしてるとか。俺もそう思う。ということはまずは聞き込みですね。わかりました、カトリーさん。な、ビートさん、さっきありがとうございました。いやー、編集長に会えたからね。それで編集長は一体どんな用事に君たちを呼んだんだい。そうだったのか。実はね、ラットマンの記事はずっと僕が担当していたんだよ。じゃあもしかしてピートさんは本物のラットマンに会ったことがあるんですか。もちろん何度も会ってるよ。彼は神出鬼没で事件を解決すると颯爽と去ってしまうからね。会うのは簡単じゃないんだけどね。神出鬼没のヒーローに何度も会ってるなんてピートさんすごいんですね。彼の記事を書くためには当然さ、ラットマンが現れるところにピートありだよ。かっこいいですね、ピートさんもヒーローみたいです。僕はただヒーローの活躍をみんなに伝えたいだけさ。そうなんだよ、彼がいないロンドンは寂しいよ。僕たちロンドンタイムズ編集部でもラットマンの行方を追ってみたんだ。でも何も分からなかった。正真正銘なそのヒーローなんですね。でもね、待ち続けてる市民がいる限りヒーローは帰ってくるよ、絶対にね。じゃあとりあえず本日ちょっとここまでにしておきたいと思いますと。まあ正直今日は謎が全然ピンとも来ないから、もう本当に。それでは失礼します。